どうもこんにちは、猫塚です。今回はですね、メダカの稚魚とか朝鮮ブラの稚魚とかタナゴの稚魚のためにヤフオクでオウミジンコのね種を買ったんで、そのためにカメの越冬の後にできた青水を使ってミジンコ培養の容器を用意しました。発泡スチロールはなんか前に YouTube で発泡スチロールの 業界の人が作ったなんかビデオを見て、たまに水漏れするのがあるっていうのを見たんで、ホームセンターで黒いなんかゴミ袋を買ってきてかぶせて水漏れしないようにしてやってます。これなんか結構メダカ飼育者の人なんか結構やってんじゃないですかね。水温高くしたりとか見た目良くするために、一応予備も含めて3つ容器を用意して、ほんの少しだけ流状の鶏粉を入れました。これはヤフー、あれ、これはメルカリに出品してる茶碗バスですね。茶碗バスの容器入り替えるときに株を開けたものです。まあ売れなきゃ売れないでこのまま土入れて栽培する予定ではいるんですけど、こっちは小骨ですね。小骨も結構ね伸びて、これを売りに出してるんですけど、結構でっかい株が多いです。これも売れなきゃこっち土入れてここで栽培する予定ではいます。それで何十年かぶりに、これは朝鮮ブナとか土引きなんかがいる、まあ古い、一番うちにがある給水水槽で一番古い給水水槽なんですけどね、もう20年くらい経ってるんですけど、それを使ってまあ野外のビオトープを作ってるんですけどね、まあビオトープしてもこういう風に一応水流作る目的でやってるんで、そんな露骨は多くないんですけど、フィルターを設けています。このビオトープも作ってもう5年くらい経つんで、ね、5年くらい経つんで、そこ土の下に検気層ができてますんで、多分ね還元作用なんかもあるんじゃないですかね。だから取り立てて水流を作るのと、汚濁物取るのにこれくらいのろ過装でいいかなって感じです。それで久しぶりに十数年ぶりくらいに水槽内にうちで増えた紅コウホネのうちの一株を植えて育ててみてます。ここ結構日が当たるんで、これがあれですね、朝鮮ブナですね。これはインバモです。ここはデトイタスとか結構たまるから、これ、ね、結構夏でも結構ね場所なのかな、水温が低いんでカリナが結構爆食してます。
ちなみに、うちのですね、高齢の親かマザープラントの栽培場はこんな感じですね。これで結構経ってんですよ。20年以上かな。こんな感じですよね。こっちも植え替えなきゃしょうがないんだけど、植え替えてないですね。こっちが高骨で、鉄分も多いから赤くなってますよね。普通の高骨でも、葉っぱが。で、こっちは紅高骨ですね。ちょっと反射しちゃっては見づらいんだけど。こっちは味噌はぎですね。お盆にさ、あげるのに、味噌はぎはあちこちに分散して栽培してます。今、水チューバーですね、味噌はぎが。これ水槽で、水槽内で水チューバー育ててる人いいんですかね、味噌はぎって。見たことないですけど。これが浅田ですね。これも結構古いんですよね。30年くらい経ってっかな。30年経ってないな。20年くらい経ってっかな。今年少し初めて売ったんだけど。植え替えとかしたことないですね。そしてこれが、チャームでずいぶん前に、ハルバーオモダカで買ったんだけど、多分ヘラオかな。ちょっと首かしげる、オモダカ類です。で、これがガシャモクかな。こっちはね、カボンバとコカナダモ。あと少しだけね、インバモも生えてるんですけど、これもちょっと、植え直しかもしれませんね。もう結構経ってんですよ。で、これが食虫植物ですね。今年はサギソウもして植えてます。これが茶碗バス。これもそうですね。これがササバモとガガブタ、あのネサエ SP とか、希少部が植わってるメダカのビオトークですね。こっちは水蓮と、カキツバタの入ってる、親メダカの入ってるビオトークですね。こっちはササバモオンリーです。うちの盆栽ボケの花ですね。というわけで、まあ取り留めないんですけど、こんな感じで今年の稚魚育成のためにみじんこ用に青水の容器を、培養器を用意したということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価およびチャンネル登録よろしくします。これがカメちゃんたちね。それでは、また。